はい、おはようございます。今日はですねメルシーの方に来ましたね。今ですね朝8時です。朝ですね3時に家を出て5時間かかりましたね。ジョホールバルより遠いんですねここね。こうケールから来るとこう最後曲がる感じなんで遠いみたいです。着いたんでよかったですね。それではですねまずは朝ごはんをこちらの、レストランで朝ごはんを食べたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。はい、それではいただきます。なんかですね初めてですねこれソトン教えてくれました。なんか麺ですね、麺料理とこのなんすかねもち米かな、なんだろうご飯の固めたやつが入ってる外のっつってましたけど、いただきます。あ、もやしや、麺じゃない、もやしとこれと鶏肉ですね。あったまるっす。味はカレー味みたいな感じっすねこれ。とデタレを頼みました。いろいろあるんですね、マレーシア料理も。まだ初めて食べますね、見たのも初めてだな。ここら辺の郷土料理になるのかな、これ。それではいただきたいと思います。はい、それではですね近くにあるお土産屋さんの方にも来ましたね。まだね到着したばっかりなんでお土産は買わないと思うんですけど、ちょっと見てみたいと思います。どんなものあるのかな。まだ朝早いんで何もないかもしれないけどちょっと見てみたいと思います。おー、なんかソース、お、アメちゃんとお菓子、お菓子いいな。なんだろう、ボックボイかな。これがたくさんある、すごい人気なんですね。すごい。ソースと、このお菓子も美味しそう。海産物、これなんか何だったっけな、日本でもあるっすよねこういうお菓子。はい、いいな。おー、
いいっすね。よいしょ、はい、ミキュー、よいしょ。はい、それではまたですね、次の場所に向かっていきたいと思います。はい、それではですね、予定より早く着いたんで、次のお店まだ開いてないんでですね、ちょっとビーチに来ました。メリシンはですね、ビーチ綺麗なんですよ、こういう感じ。ほら、太陽もまだすごいっすよね、眩しい。こんな感じなんですよ。はい、ほらナビ向いてるっすね、まだ開いてないってことで。はい、こんな感じ、ゆっくりして、波も穏やかなんですよね。海水浴するにはいいんじゃないですかね、海も綺麗ですし。はい、まあ、ただね、現地の人あんまり海水浴ここではしてないですね。うん、いやー、のんびりとしたとこですよ、ほんと。うん、いいとこ。まあ、ここからメリシンっていうよりか、なんだ、船で島まで行く人が多いみたいですね、観光客の人はですね、近くのですね。うん、あそこでビーチ、リゾートがあるんで、あそこで楽しむっていう感じですね。まあ、ただ今日はちょっとそこ行かないで、最終の目的はちょっと綺麗な岩があるんで、それを見たいんですね。はい、前回行ったんですけど、ちょっとコロナの後で中に入れなかったんですね。多分今日は入れると思うんで、行ってみたいと思います。それではですね、チェンドルのお店に行こうと思うんですけど、まあちょっと閉まってたらそこを飛ばしても次に行こうかなと思います。それでは迎えていきたいと思います。はい、それでは到着しました、こちらですね。はい、いや、いいですね、ちょうど潮が引いている感じですね。はい、それではですね、このまま、あ、そうだ、駐車場にバイク止めて、駐車場の代金が5リンギでした。はい、でこのままこの砂浜を歩いていけば多分あると思うんですよね。ちょっとね、初めてなんで行ってみないと分かんないですね。はい、それではですね、歩いていきたいと思います、こちらいいっすね、誰もいないっすね。どうなってんだろうな。うん、楽しみです。それでは歩いていきたいと思います。はい、それではですね、到着したんですけど、看板何も書いてないんですけど、多分ここ入っていくのかなと思います。はい、それっぽいので、まあ、入っていきたいと思うんですけども、はい、それでは到着しましたね。ちょっとね、大きさとか分かんないと思うんで、ちょっと穴のところに行ってみますね。映ってるかな。こんな感じです。めちゃくちゃ大きいすごいな、何回もこう波が当たってね、長い月日で開いた穴なんでしょうね。はい、すごいですね。あ、やっと来れた、よかったです。それではですね、向こうの方も見てみたいと思います。はい、それでは反対側から見てみるとこんな感じですね。いや、もうここだけ穴が開いてるって感じですね、すごいですね。じゃあここ岩もっと横も見れるんで、せっかくなんで見てみたいと思います。おお、あ、火が焚いてあるんで、キャンプとかしてたんですかね。うわ、すごい、またね、ちょっとすごい岩場っすね。へえ、あ、魚もいる、ちっちゃいの。うわ、藻が生えてる、すごい、ノリ。おお、日本人だったら取っちゃいそうですけど。はい、それではちょっとね、ここで、せっかくなんでドローンの撮影もしたいと思います。お願いします。
はい、そうだ、戻ってきましたね。今ですね、ガイドの方とお話をしてたんですけど、まあ、この場所ね、やっぱり岩を登って降りるし、まあ、さっき岩の先ですね、もうやっぱりちょっと危ないんで、一人では来ちゃダメだよということでした。まあ、確かにね、一人で来て何か問題が起きた時ね、帰れなくなってしまうんでね、あとまあね、最悪ね、死亡事故とかそういった形にもつながりかねないんでということでした。まあ、実際に帰ってこなくなった人いるっていうことだったんで、やっぱりね、まあ、入り口でお金払って駐車場代払うんで、まあ、一人入ってるよっていうのは分かってると思うんですけども、まあ、それでもね、やっぱり知り合いとかにもここに今日行くよっていうのを伝えた上で来た方がいいと思いますね。はい。いやでもすごい絶景ですね。自然が作り出した絶景、やっぱり美しいですね。岩のね、その茶色いコントラストとかもすごく綺麗ですね。はい。あれをね、また写真でね、いろいろするともっと綺麗なんですよ。はい。もう帰ってね、動画を作るのちょっと楽しみですね、今回ね。はい。いやー、よかった。本当このために片道5時間かけて来たようなもんですね。はい。うん、よかったっす。はい、見れて。それではですね、このまま、ちょっと朝飯が、朝ごはんがね、軽めのスープだったんで、このまま、お昼ご飯を食べに行きたいと思います。確かね、梨あやむだったかな。うん、行きたいと思います。それではお楽しみに。はい、それでは到着しましたね。こちら、ナシケラブファニーさんですかね。いや、残念っすね。ちょっと楽しみにしてたんですけど、しょうがないっすね、空いてないのはね。まあ、それではですね、帰りながらちょっといろいろ見つけながら帰りたいと思います。はい。そっか、しょうがないな。では、このまま、うちに帰りながらご飯食べたいと思います。それではですね、また面白いことがありましたら動画にしたいと思います。よろしくお願いします。はい、キヨシです。先ほどですね、バイクで帰ってたら足りると思ったんですけど、足りなくてですね、ガス欠になっちゃったんですね。で、バイクを押してたんですよ、もう止まってしまったんで。で、そしたら5分もしないうちですよね。で、四駆の車がこう近づいてきて、ハザードつけて、まあ、停車してくれて、で、それでですね、ガソリンを入れてくれたんですね、そのマネー系の方がですね。男性2人だったんですけども、で、それで私も少しだけでも、もう次のガソリンスタンドまで間に合えばいいと思って、少しだけでいいって言ったんですけども、持ってたタンクのもの全部くれてですね、ガソリンを。で、本当に悪いと思ったんで、お金を渡そうと思ったんですけど、受け取ってくれなくてですね。いやー、本当マレーシアの方、こういうところも本当もう驚きますね。はい、嬉しかったです。はい。まあ、本当に苦しい時に助けてくれるんだなと思いました。はい、びっくりでした。まあ、おかげでですね、今こうして今給油の方終わってですね、もうバイクの方満タンになったんで、このままもう家まで帰れる形になっております。いやー、本当に助かりました。もうあそこでやっぱり入れてもらえなかったらですね、約3キロぐらいですね、バイクをしてたと思いますね。上り坂だったんで本当きつかったんですよ。でももう押すしかないと思ったんで、いやー、嬉しかったです。本当最初はね、まあ、止まってくれて、もしかしたらバイクをトラックに乗せてくれるのかなと思ったら、まさかのバイク、ガソリン持ってて入れてくれるなんてちょっと想像してなかったです。はい、嬉しかったです。はい、それではですね、まあ、同じことないようにですね、また今後もこまめに給油しながらですね、逆に私が助けれるようにですね、今後やっていきたいと思います。ありがとうございました。ちょっとそれだけ皆様にお伝えしたくて、ちょっと今動画の方回しました。ありがとうございました。